のを正し通りから1949年は、明治から昭和初期にかけ活躍した、郷土史や、郷は虎眠り、他に、用途沖が、ビンゴ地方の郷土史研究のほか、用途事業の普及奨励及び、福山商工業発展のため尽力した、ビンゴ国安那郡、湯野村出身、アナ郡、湯野村朝とよひさほの徳永家に生まれた、幼少の頃から学にで、 若くして、湯野村氏や、松永村氏を編集するなど、随所に、郷土の史跡古文章を漁り、史実の解明に努めた。各地の役場勤務を経験した後、30歳で、村長に抜擢され出世を見せたが、予算執行の不始末により有罪判決を受け10年、近く服役することになった。出所後も人脈に恵まれ、各町村役場、商工会、 新聞社など職を転々としながら、諸子である用途事業や福山商工業振興のための執筆、宣伝活動を精力的に行った。さらに郷土史の研究に没頭し、地方の自社仏閣、名所旧跡等を訪ね調査を行った。ビンゴ郷土史会を郷土史屋の浜本誠一らと設立し、郷土史雑誌、ビンゴ師団を編集、発行するともに、 ビンゴ総章をはじめとする数多くの知史を出版した。郷土史の執筆、編集だけでなく、福山資料をはじめ、備え広く軍史、整備メイクなど、ビンゴ地方の郷土史古典の活字化出版を行い、多くの郷土史研究家の研究の都を開いた。郷土史研究の最初の著作は、出生地の湯野村市であり、1880年から編集に、 着手し1884年に発行した。湯野村古町役場で事務の収集や臨時コインをする、傍ら、勘らばすなわち、村内の産画を抜付し、若歌古書を探求して、一位資料の収集に熱中し、初めて功を起こすと記録されている。1887年に職を松永に入れて、1891年2月に松永村氏を発行した。 1925年に、ビンゴ郷土司会を創設し、月刊誌、ビンゴ師団の編集に当たった。郷土司古典の活字化にも、多大なる貢献をした。福山藩主、安倍正清の命により、勘茶残羅が編纂した、福山史料の活字化、出版を行った。1909年2月12日に、安倍白爵家の事務を司った福山城、万水社に至り、 原本の借用について依頼の交渉を行った。6月25日に原本貸付と投社について許可を得た。10月15日には1巻から11巻までを印刷会社に入稿し、翌年の1910年4月30日に自費出版を行った。福山藩市宮原寺家の備え広く軍師、馬や原料平らの整備メイクの大著などをビンゴ総書にまとめた。 その作業はすべて独力で原本を解読、活字化する大変な仕事であった。日記に1927年7月に初めて貧乏草書のことが記載され、この後数年にわたり貧乏草書に関する記事が毎日のように記されるなど、成功をかけた一大事業であった。うの年生まれの因縁で日本人の食生活にタンパク源としてのウサギ肉の摂取を奨励した。 1888年に大阪に赴いた際、大阪と会社に至り用途の号を見るという記述が、年譜上は用途業との最初の接点である。翌年12月には再び同社を訪問し、役員と会見して用途事業を研究している。1890年1月には本格的に用途事業の普及を図ることを決意し、大日本用途改良議会を設立して会長に、 就任。執筆活動では、開始の中で布国策、休校策、改良策、用途の進め、放牧策、功能策、軍用策、対外策などの論考を続々寄稿し、これらを八百九十七年に用途新論及び用途道しるべとして刊行した。その後は九百十五年に大日本用都市、九百十八年に続大日本用都市を発行。 1921年には、ヨウウサギの友を発行し、同年、俗用都心論など数冊を表している。ヨウウサギ新聞、実業用ウサギ新聞等の新聞や、専門雑誌上でも数々の寄稿を行っている。1928年5月9日、用途事業の推奨を行って久しい中、日本国内に用途神社がないことを憂慮し、 出身地深谷すぐん湯田村の私有地に建設した。祭人は、用途仕事してその昔、負傷したウサギの難を救った、大国主名である、福山商工会の創立は1899年で、あるが、開店休業状態が続いていた。1908年、不評41連帯の福山遁�営が決まり、県立工業試験場。 福島盲石福山工場の増設など産業、政治、経済の変化により息を吹き返すようになった。同年に世通りは、深津村、石井貞之助より、商工会勤務の交渉を受け、初期に選任された。以後福山商工会議所設立に向け尽力している。初期長辞任後も、慈悲にて商工会法を慈悲で、継続発刊し、執筆に意を注ぎ、 次々に論文をの政権の発表を活発に行い、ついに107号に達し、集大成として福山商工史を発刊した。生前の功績を称える、洋と王寿造妃は、生前の1930年4月13日に、府中町、外焼寺境内に建設された。ABCDEFG、古文書調査記録第24集。 徳能正し通り年譜福山城博物館ともの会、2008年、ABCDE 村上正名、美南の民族、民話ふるさとの歴史、東洋書院、1992年、用途、大徳能正し通り著作年表、徳能正し通、用途、大徳能正し通り著作年表、徳能正し通 AB、用途神社の鎮座、用途、大樹造碑ありがとうございます。